シャオイちゃん始まりました。イエーイ、コンコンです。よろしくお願いします。はい、というわけで今日は私一人なんですけれども、二人にゲストに来ていただいています。どうぞ。よろしくお願いします。はい、というわけで今回水着紹介をやっていきたいと思います。今回ですね、お二人には、水着をご持参いただいて、はい、この水着の紹介をちょっと1人ずつしていただきたくて、はい、なんかおすすめのポイントとかあれば、はい、どんどん言っていっていただきたいんですけど、ちょっと一歩前にって言っていただいて。はい、じゃあ私からお願いします。はい、じゃあ、はい、今日の水着はもうこれは私の好きが詰まっているんですけど、白地にこう花柄で、うん、でなんかここにリボンがついてるんですけど、うん、あんまなくないですか、うん、こういうなんかちょっとこう、うん、折れてるようなデザインで、こ、うん、んな感じで、かわいい、花柄大好きなので、これはすごいお気に入りの水着です。しかもロキシー？そうなんです。おー、そういうロキシーのブランドで、うん、はい。なんかいいですね、ホルターネック。うん、いいですよね、これが。そう、だから私結構アクティブなことするんですけど、そういう時でも安心感もあるし、うん、結構この形ね、気に入っています。はい、はい、なんかいい感じにおっぱいが、おっぱい映ってますか。いい感じに見える。いい感じに盛れるんです。盛れる、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ月代さん、はい、お願いします。今日の水着はですね、チューブトップに着てみました、うんうんうん、で、後ろセクシー、ちょっとお尻がよく見える感じのちょっとちっちゃめの、うん、ボトムス、うん、ちっちゃめの水着が好きなんですよ。下が、お尻が綺麗に見えるんで、そんな感じで。それよく言ってる、みのりんさんも。はい、こんな感じです。そうですよね、お尻が見える。なんかボーダーでなんかシックな感じでおしゃれ、うん、そう、これ別々なんですけど、買ったのは、はい、結構上下組み合わせるのが好きで、おしゃれ。今日はこんな感じでシンプルなんですけど、うんうん、可愛くしました。はい、なんかあれですね、危うい感じがチューブちょっと危うい感じがまたいいですね。またいいですね、これからですね、はい、はい、タラレコ測定、そんなのやっていきたいと思います。今からリモコンでですか。はい、ちょっと今日チューブレスミスって見たかもしれないですね。そう、危ない、危ない、はい、この後の模様はゴーゴーぐるぐるチャンネルの方で、アップされますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。それでは以上、しゃべちゃんでした。バイバーイ。バイバーイ。